よう、待ってたぞ。ありがとな、昼飯届けてくれて。今日は作業が長引いちまって、昼飯を買いに行く時間もなくてな。でも、あんたがいてくれてよかったよ。そうだ、昼飯はまだか。もしまだなら、一緒に食っていかないか。まあ、この後用事があるってんなら諦めるけどよ。で、どうだ。そうか。じゃ、よし、そこに座ってくれ。まだ他の奴らがいるけど、まあ気にすんな。あいつらもそろそろ昼休憩に行くみたいだし、すぐどっかに行くさ。ああ、そうだ。ちょっと待ってろ。確か役場の方に温かい飲み物があったはずだから、今持ってくる。よう、待たせたな。あそこに置くぞ。んじゃ、早速食うとすっか。実はさっきからうまそうな匂いがして我慢できなかったんだ。あ、うん、あ、お、うん、まあ、あれ、忘れてた。いただきます。うん、うん、うん、すきっぱらに米の味はしみるな。胃袋にストンと落ちてくるっつうかよ。米が主食の国に生まれてよかったなんて思うよ。あんたもそう思うだろ。てか、漁師になってからそう思うようになったっつうか。町の方で会社に勤めてた頃は時間がなくて、よく朝飯をコンビニで買ったパンやらで済ますって日が多かったんだ。そこまで米は食ってなかったんだが、量ですげえ体を使うせいか、正直パンじゃ全然食った気がしなくてよ。漁師になりたての頃は朝に食パン何枚か腹に入れてったこともあるんだが、漁がまだ半分も終わってないって頃にもう腹が空いちまってよ。やっぱ力仕事の時は米に限るな。あ、なんでもない。ちょっと向こうの様子が気になってな。あいつらまだ飯に行ってないんだなって思ってよ。ったく、何してんだろうな。昼休み終わっちまうぞ。ちょっと場所変えるか。食う場所は他にもあるからな。あんまあいつらにジロジロ見られたくないってんならいつでも言えよ。ああ、そうだ。どうする？今夜は。ああ、その、変な意味じゃないんだけどよ。今日はこの後、夕方ちょい前くらいには上がれるし、夕方くらいには家に着くぞ。で、そっから、晩飯と風呂を済ませて、で、それから、一緒に、寝れると思うんだけどよ。まあ明日も朝早くになっちまうわけだから、ちょいと早い時間からになっちまうけど、あん、どうよ、あんたも今日そういう気分か。そうか。じゃあ決まりだな。なあ、今夜は食いたいもんあるか。魚ばっかだから、たまには肉でもどうだ。ちょっと高い牛肉を買ってステーキなんてどうよ。
味付けはシンプルに塩と胡椒だけ。さっきよりも腹が膨れてきたってのに、よだれが出てきちまいそうだ。そうだ、スープもそれっぽいもんを作ってみるか。ステーキに合うってなるとコーンポタージュとかか。あ、まあなんか考えとくわ。おい、ちょっとこっちに来い。あ、いや、別に何がどうってわけじゃないんだが。いいから、こっち来いって。ったく、あいつら。なあ、その、あいつらがお前のことをジロジロ見てたよ。だから、こうしたくなったつうか。まあ、あれだ。昼飯を届けに来ただけってのに、いろんな奴に話しかけられたら、ちょっと面倒やろ。あんただったら変に気を使って、あいつらの話に合わせそうだしよ。なあ、キスするか？ああ、いや、やっぱなんでもない。忘れてくれ。いや、ほら、あんたがその、そういうやつだって見せといた方が、あいつらもグイグイ来ないんじゃねえかって。そうしたら、あいつらも諦めがつくんじゃねえかと思ってよ。そう。あんたは、私のもんだからな。他のやつのとこには行ってほしくないっつうか。だって、またあんたを物みたいに言っちまったな。あわり。あとであいつらには言っておくからよ。あんたは私の彼氏だって。なあ、いや、あんたそういうの苦手だっけか。他のやつに言いふらされるのっつうか。まあ、なんだ。自然な感じで言っておくからよ。そうすりゃ、あいつらがあんたに言い寄ってくるようなことはなくなるはずさ。たぶん。にしても、やっぱ、こうしてあんたと過ごす時間はいいな。なんだはどうだ。私と一緒の時間は、好きか？まあ、そうか。私たち、付き合ってるわけだしな。好きでもなきゃ、こうすることもないよな。おい、好きだぞ。いつもありがとな。あんた、耳元でささやかれんの好きだろ。さっきの、よかっただろ。なあ、あんたも言ってくれよ。私だけに言わせるつもりか？これでも結構、恥ずかしかったんだぞ。な、いいだろ。ああ、私も好きだ。なあ、でも、やっぱ恥ずかしいな。さすがに続きは、家に帰ってからにすっか。なあ、いや、別に変なことをしようというわけではなくてな。湯気が立ってたはずなんだが。すっかり冷めちまったな。そうか、もうそんな時間か。ごちそうさん。じゃあ、私はもう行くな。昼飯。
届けてくれてありがとうよ。助かった。できるだけ早くに帰るからな。あんたも気をつけて帰れよ。なあ、そうだ、スマホで連絡すっからよ。風呂焚いておいてくれるか。お願いな。それじゃ行ってくる。